はい、これが矢羽根です。矢羽根の役割2つありまして、まず自転車がこっちの方向に進めばいいんですよということを示すということ、そして今も車が走っていますけれども、車に対してここは自転車が通る道ですよということを示して、ドライバーの皆さんにも協力をしてもらうという、そういう2つの役割がありますので、ぜひお付き合いください。